カザハイリバスは、岩手県九古郡九古村出身のプロ野球選手。宇と右内ち。横浜 DNA ベイスターズ所属。妻は女優の松岡歩美。小学3年の時に地元の野球クラブで野球を始めた。岩手県立井保内高校への在学中には、春夏ともに甲子園球場での全国大会へ出場できなかったが、3年時には、 n p b 球団のスカウトから注目されていた。この時には、プロ志望届を提出せず、北海道網走市にキャンパスを要する東京農業、大学生物産業学部へ進学した。大学では1年春から、北海道学生野球リーグの公式戦に登板。リーグ戦、通算十六勝三敗、防御率1六9という成績を残し、2三年時には、 大学日本代表候補へ選ばれた。2014年のドラフトでヤクルトスワローズから指名され、契約金7000万円、年俸1200万円という条件で入団した。背番号は32で、旧古村出身者としては初めてのプロ野球選手になった。東京農業大学北海道を放つく時代2015年には3月29日にイースタンリーグの対北海道、 日本ハムファイターズ戦で、先発投手として公式戦デビュー。初回に知事を取ったが、11球目に危険球、宣告され退場。5月3日の対広島東洋ガープ戦で、先発投手として一軍の公式戦にもデビュー。先頭打者の田中博介を凡退させたものの、8球目が2番打者、菊池良介の頭部への支球になり危険球宣告され、退場。 一軍公式戦への登板機会はこの試合だけだったが6月29日に神宮球場で催された侍ジャパン大学日本代表隊 NPB 選抜には NPB 選抜の8番手投手として登板イースタンリーグ公式戦では通算12試合の登板で1勝6敗防御率5.02という成績を残した2016年には オール9円で1軍公式戦8試合に登板。勝敗はつかず、防御率は8.10だった。イースタンリーグ公式戦では、通算41試合の登板で、3勝4敗3、セーブ、防御率3.42を記録。その一方で、シーズン中の8月8日に、女優、松岡歩美と結婚した。2018年は、4月3日に1軍に昇格。 4月7日に、先発の石川正則が崩れ4回から登板した、後チームが逆転した結果、2回無失点で、プロ初勝利を挙げた。ここで結果を残したことからシーズンでも、登板機会が増加。シーズン中盤に一度抹消されるが、最小覚悟はホールドがつく機会での登板もあり、最終的に53試合に登板するなど、飛躍のシーズンとなった。2019年、 2020年はいずれもイースタンリーグでは防御率1点台と結果を残しながら1軍に上がると打ち込まれる試合が続き2年続けて10試合余りの登板で防御率7点台に終わった2020年11月2日球団から戦力外通告を受けたことが発表されたこれにより2014年のドラフト会議でスワローズから指名された8選手全員が わずか6シーズンの間に対談することとなった。12月7日には、神宮球場で行われた12球団、合同トライアウトに参加。12月の屋外球場という条件の中、参加前投手の中で最速となる時速1 4 9トルを記録するとともに、打者3人を三振、一座比、三振に抑える、好結果を残した。2020年12月10日、 横浜 DNA ベイスターズとの契約に合意したことが発表された。背番号はヤクルト時代と同じ64に決まった。最速時速152キロメートルのストレートを持つ。変化球はフォークやスライダーなどを投げる。ありがとうございます。